そのちょっと細かい寄せで間違えて半目負けとかっていうのもあるので、結構そういう時が一番辛い気がしますね。なんか汗止まんなくなりますよ、ね。うん。まあ、負けを分かっていれば少し頭冷やす時間があるので、まあ終わった時には少しクールダウンしてることもあるんですけど、ちょっと負け方が負け方なので、さすがに熱いと思いますね。終わりましたね。黒字が57で、白字が、あ、58か。黒字が58で、白字が51目という、盤面7目なので、黒半目勝ちですね。いやー、すごい碁でしたね。すごい碁でしたね。はい、まあ、あ、はい。はい、まあ、でもまだシリーズは終わったわけじゃないので、まあ、このまま終わる。いや、まあ、季節ないと思うので、今後も目が離せない対局になるかなと思います。はい。はい、1日ありがとうございました。ご観戦ありがとうございました。多分、この後、検討の様子も少し、そうですね、はい、うん、見れると思うので、はい、そちらをご覧ください。はいはい、ありがとうございました。ありがとうございました。